いつもありがとう。私も応援してるよ。よろしくお願いします。ハロステ、今回のお相手はジュースジュースの井上玲とアンジュルムの平山由紀です。今回はこの2人でお送りしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。さて、ハロープロジェクト2022サマーシティサーキットが先週末終了しました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、振り返ってみて。はい、こうアンジュルムはこう竹内さんがお休みの回が1回あったんですけど、その時に急遽お便りが変わったり、こう毎日とかも本番中に臨機応変にみんなが動いたりしていたので、そういう時にみんなでフォローし合おうって、こう頑張ろうっていう感じでこう結束感が固まってるのはすごく印象に残りました。私は逆にお休みをしてしまった回があって、それで復帰をした時にものすごく、まあ、メンバーからもそうですし、こう来てくださった方からもすっごい満面の笑みで、こう、あ、なんかおかえりって言ってもらえてすごい嬉しいなって思ったのと同時に、なんかステージに立てるって本当に当たり前のことじゃないんだなっていうのを改めて実感して、もうすごい大切に歌っていこうと思いました。ということで、9月後半からはですね、ハロープロジェクト2022オータムシティサーキットがスタートします。はい、まあ、現時点でちょっとね、話せないこともいっぱいあるんですけれども、話せる中でなんかどんなツアーになりそうみたいなのありますか？そうですね、こう春と夏とはこうガラッと変わった感じで、こう自分たちもやる楽曲の幅がすごく増えたなってすごく感じるので、こう自分の表現の仕方ももっと勉強していきたいなって思ってます。ジュースジュースは新メンバーが2人加入してきてくれて、年齢層もぐっと下がったので、ユニゾンも変化するんじゃないかなと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。それではまずはこちらの映像をご覧ください。どうぞ。それでは一緒に夏の思い出を作りましょう。サマーチャレンジャー。
つも通りの君ならきっと大丈夫。ジュースジュースの井上レイとアンジュルムの平山由紀がお送りしているハロステ、ここからは少しお互いのことを話していきたいと思います。はい、私からいくつか質問をするのであまり考えずにパッとテンポよく答えていってください。了解です。チョコレート大好きという井上さん、暑い時期のチョコレートの補給はどうしていますか？コンビニで買う今日のメイクのこだわりポイントはどこですか？新しいリップにしました。うん、涼しくなってきたら取り入れたいと思っているファッションアイテムは何ですか？そうですね、カーディガンとかを結構色物を取り入れていきたいです。うん、今お気に入りの髪型は何ですか？あ、ここら辺をスッキリはい、10人体制になったジュースジュースにキャッチフレーズをつけるとしたら何？ヌーベルバーグ。はい、ありがとうございました面白いこれそうですね、はい、10人体制になったジュースジュースにキャッチフレーズをつけるとしたら何と言ったら、はい、なんておっしゃいましたか？ヌーベルバーグって言ったんですけど、はい、これから始まるツアーのサブタイトルにもなってるんですよ、うんうん、これもニューウェーブっていう意味がありまして、うんはい、やっぱり新メンバーも加入してきてくれたし、もともと新メンバーだったあの3人も先輩になったわけですよ、うんうん、もうこれは、はい、もう新しい発見がいっぱいあるんじゃないかなと思ってこちらにしました。チョコレート大好きという井上さんというところで、はい、コンビニで買うって言ったんですけどチョコでもなんかいちごチョコが好きとか何かありますか？アーモンドチョコが大好きで、ね、美味しいですよね。やっぱり溶けちゃうじゃないですか、うんうん、だからあの家から持ってくるんじゃなくてコンビニで買うっていう風にすれば、うん、もうそれはそれは我慢せずに食べられるので、うん、冷えてますね。おすすめです。はい、ということで平山由紀ちゃんへの質問は VTR の後で。ハロステ、せーの、椿ファクトリーです。椿ファクトリーの夏祭り2022灼熱終わりました。イエーイ、今回も本当にたくさんの、ね、楽曲を歌わせていただいて、自分たちの曲はもちろんカバー曲だったり、うん、でも新曲だったりとかね、うん、盛りだくさんの内容でお届けできたライブになったんじゃないかなと思いました。あとは久々にシャッフルコーナーも、そうだよ、そうだよ、50人では初めてだし、うんうん、すごく盛りだくさんの内容で本当楽しかったなと思います。ライブでさ、浴衣着ることってなかなかないじゃないですか。そうだよ、そうだよ、私さ、夜は花火も上がっちゃったりしちゃったり、そういうこともね、チャンスみたいな、ね、本当にいい夏の思い出ができたなって思いました。またできるように頑張りたいと思います。本当に私楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ハロステ、続いては私から平山由紀ちゃんに質問していきたいと思います。はい、頑張ります。16歳とは思えない大人っぽい雰囲気が素敵な平山由紀ちゃんですが、はい、私やっぱり16歳だなと思うところは？先輩に突っ込まれる時です今日のファッションにタイトルをつけるとしたら何？お花今一番自分磨きをしているのはどんなこと？パフォーマンス面です。いつも堂々としている平山由紀ちゃんですが、緊張はする方ですか？はい、めちゃくちゃ緊張する方です。今の体制のアンジュルムになって8ヶ月、この10人の強みを一言でどうぞ。結束感。おお、はい、ありがとうございます。自分磨きをしているのはどんなことで、パフォーマンスのことじゃないですか、はい、すっごい私思ってて、あの武道館を見に行った時に、うん、はい、あ、なんかすごい成長しててびっくりと思った覚えがあって、はい、なんかダンスが今頑張ってるとか、うん、歌を頑張ってるとかってありますか？うん、あ、こう歌はこう結構自分のボイトレの先生と一対一でやることが多いので、こう、うん、自分一人でやると失敗しちゃったり、こう良くない方に行っちゃったりするので、うんうん、こう自分はこう見せ方とか、こうダンスのここの腕をこうした方がいいかなっていうのは、こう一人でいろいろ考えたりしますかね。そうなんだ、はい、めっちゃかっこよかったよ。本当ですか？嬉しいですあと私全然緊張しない方だと思ってたの。本当ですか？そう、そしたらすごい緊張するって言ってて、めっちゃ可愛いやんって思っちゃいましたありがとうございます新たな一面が知れました。ありがとうございます。ございます。はい、ハロステ、この後も続きます。
つばきファクトリーの八木しおりです。今日はお料理を習いに来ました。イエーイ。今日習ったお料理をまた八木飯で活かせたらなと思うので、たくさんスキルを学んでいきたいと思います。頑張ります。宇部先生、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は何を作るんでしょうか。はい、今日はイカとアサリを使った海鮮ピラフ。海鮮ピラフ、わあ嬉しいです。はい、これで、ピラフはいろんなバリエーションに変えれるので、はい、ヤギ飯にもおそらく活用できると思います。先生、ヤギ飯知ってくださって、はい、知ってます。わあ、ありがとうございます。見てます。嬉しいです。はい、パワーアップしていきましょうね。パワーアップ頑張ります。はい、はい、それでは早速調理に入っていきたいと思います。はい、まずはピラフなんでね、ちょっと野菜が入りますよね、はい、玉ねぎとパプリカ、これを、必要な量だけ切ってみじん切りにしてもらいたいと思いますけれども、はい、ここら辺ですかね。そうですね、もう一回いきましょう。そこで大丈夫ですか。大丈夫ですいけます。はい、きっと。はい、できました。はいこれだけですごい。いいですよ。もうね、どっちみちご飯炊くんで、玉ねぎはもうほぼ見当たらなくなるから。あ、そうなんですね。あ、あんま大きいとちょっと分かっちゃうんですけど、うん、本当にもうちょっとこう押すんじゃなくてね、上からなんか下げる、上から下げる。あ、ね、ここが浮いちゃうんで、ここを軸に下ろします。あ、はい、あ、スッと。あ、そうです。あ、切りやすい。ちょっとね、前に出す感じにするとより、うん、切りやすい。下ろしながらちょっと前に。そう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 、それそれそれ。すごい、うん、みじん切りってめっちゃ手間かかっちゃうんですよね。そうですね、慣れるとね。まあ今ちょっと変な形で手残しちゃったんで、これ半分のやつだったら割とザッ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 。あ、そうなんですね、うん、ザッザッといきます。はい、じゃあこの中に入れときましょう。これもね、包丁を使うといいかもですね。その場合、包丁はちょっと、ね、この角度でいった方が、あ、そうなんですね、こういった方がいいかもですね。こうだとね、指切っちゃうね。あ、確かに。そうです。いいですよ。でもこれだけなら掴んでった方が早いですね。うん、そうですね、はい、そしたらパプリカも、はい、これカラー、あ、オレンジです、ね、そうです。それで選んでくださったんですか。はい、ありがとうございます。トマトはちょっといろいろ持ってきましたじゃあこれも同じぐらいに着で取っちゃってます。はい、すごい色鮮やかなパプリカが、ね、綺麗ですね。さっきの方から入れてった方が綺麗です。そうです、そうです。あ、そうです。はい、OK です。一回離して。で、持てるかも。おお、はい、OK です。白いところ全部取って。はい、いいですよ。形になるべく、揃えて。はい。はい。大丈夫？それぐらい。はい。で、引く。ちょっと、はい、OK です。おはい、もうみじん切りできちゃった。はい、あ、いいですよ。すいません、それもね、ここの中入れちゃって一緒に。あ、こうやってブルブルブルって。あ、あはい、学校のちりとり方式ですね。あ、そうですね。はい、で、今日はイカを丸のまんま丸丸のまんまな、はい、よくもうなんか綺麗になってる状態じゃなくて、もう生きてるそのまんまで。もちろん生きてはいないんですけど。もうさっきからめっちゃ気になってたんですよ。気になってました、はい、イカは好きだとちょっと聞いたんです。好きですね。好きですけど、特に外のここの部分が、うん、この部分が好きですか。はい、でもこの吸盤のところも好きです。あ、好きですよね、はい、これをちょっと掃除っていうんですけど、僕らは、はい、やってもらいたいんですけど、やったことあります？ないです。ですよね、はい、絶対。あの、一箇所しか繋がってないんで、イカって。へ、大丈夫？こういうの苦手じゃないですか？大丈夫だと思います。指でギュッと
1本でここに繋がってるんで、こうグッてやったらもうあとスポンって取れるんで、はい、頑張ります。どうして、挑戦します、はい、グッと、うわー、なんかちょっとそう、なんかねペタペタしてる。そうなんですよ、こう入れてこうちょっと外す感じですね。でその奥にも内臓があるんで難しい、うん、なかなか滑っちゃって。そうですね、しっかり持っていきました。あ、できたかも。ゆっくり待て、ゆっくりゆっくり、はい、うわー、綺麗に抜けた、はい、ね、すごい、はい、あ、なんかプニッてしている。うわー、なんかそっと、おー、はい、はい、あ、めっちゃいい匂いがしてきました、ね、完成が楽しみですね。はい、楽しみです。ヤギ飯もね、結構いっぱいこうブログだったりとかで見ますけれども、うん、もう癖強いなって思ったのもありますし、うん、本当に完成が楽しみです、はい、ということで、あの料理って普段しますか？はい、そうですね、ちょっとなんですけどしますね、うん、こうお仕事がこう夜遅い時とか、こう微妙に6時からとかの時はこう家族と一緒に食べれないので、先に自分でおかず作ってご飯と一緒に食べたりしますね。最近何作った？最近はこう簡単な炒め物なんですけど、こう野菜とお肉入れてこう甘辛に味付けして食べました。かっこいい。私も全然料理しないんですよ。そうなんですね。したいしたい作業すごいしてるので絶対にやらなきゃなっていう、もうなんか義務感みたいなのが生まれてきてるので、はい、もうあの作ったら写真かなんかをね、うん、ブログに載せますので、はい、楽しみにしててください。はい、ハロステ。続いては胸に響いた歌詞発表会です。ハロープロジェクトはすごい素敵な歌詞がたくさんありますけれども、うん、はい、なんか気に入っている歌詞とかありますか？私はこうアンジュルムの愛すべきべきヒューマンライフのお酒は真っ暗だっていう歌詞がすごく好きで、はい、はい、はい、本当はこうお酒は真っ暗っていうちょっとネガティブな意味を持つ言葉なんですけど、うん、真っ暗だにしてこう明るく元気に頑張っていこうっていう意味も含まれている言葉なので、こうすごくアンジュルムのメンバーもすごく気に入っている歌詞です。はい、はい、韓国りおもえちゃんがインスタグラム の, あのプロフィールにね、うん、書いてるぐらいですもんね。はい、みんな気に入ってます。ジュースジュースは、はい、最近可愛い楽曲がすごい増えたなっていう風に思ってて、それこそ、はい、テルソっていうアルバムを出した時に可愛い楽曲がいっぱいあったんですけど、うんうん、その中のポッピンラブっていう曲があるんですね。はい、その歌詞に、もう自分の彼氏の可愛さは私が分かってればいいみたいな歌詞があるんですけど、もうそれってすごいなんか女の子ならではなのかなってすごい思って、なんか女の子らしさがなんか歌詞を見て磨かれるみたいな、うん、すごく感じております。ということで、それでは VTR をご覧ください。どうぞ。胸に響いた歌詞発表会。このコーナーではハロープロジェクトの楽曲の中から自分の胸に響いた歌詞を発表し、その魅力を語っていこうというコーナーです。ハロステをご覧のあなたにもその魅力が伝わればいいなと思います。今週は私西田きみくが発表します。ということで、いきます。じゃん。たった一人を納得させられないで世界中くどけるの、 What is Love、 モーニング娘。ワンホーさんの楽曲です。おお、はい、ということで、私ですね、まあ普通にその最初パッて聞いた時にすごくこの言葉を歌詞にかけるのがすごいなっていう風に思って、ちゃんと見てみれば、たった一人を確かに納得させられないで世界中の誰かを口説けるかって言われたら、それは本当に難しいことだと思いますし、そのことを思い描いてそれを歌詞にして、それをアイドルさんが熱くパフォーマンスをするっていうところにすごく私は心を惹かれて、この歌詞を聞いた時に、あ、確かに言われてみればそうだなっていう風に思って、すごく心を奪われました。なるほど、はい、いや、 やっぱりこういう、あの、私たちはこういうアイドルってお仕事をさせていただいてて、うん、はい、やっぱりこう一人の方でもこう好きになっていただけると本当にすごい嬉しいことじゃないですか、うん、はい、そうですね、なのでその一人一人が積み重なって世界中の方にこう届くんじゃないかなって思うと、すごく私も素敵な歌詞だなって思います。よくわかんない。はい、この歌詞はつんくさんが書かれてるんですけど、はい、つんくさんが書かれる歌詞って本当に一人一人の心に響くような歌詞で、自分もこのパフォーマンスをやってみたいなと思いました。
いやでも私も本当にでもこういう歌詞を見て見てくださるあなたにもパフォーマンスをしている時にあみくちゃんすごいパフォーマンスを熱くやっているんだなっていう気持ちが伝わればいいなっていうふうに思うのでこれからもお茶の間として精一杯頑張りたいなっていうふうに思います。今ご覧のあなたもぜひこの楽曲聴いてみてください。次回もお楽しみに。ハロステジュースジュースの井上レイとアンジュルムの平山由紀がお送りしているハロステ。このハロステが配信されるのが8月31日で8月ももう終わりということで、この夏印象的だったことを川柳にしてきたので発表したいと思います。はい、いいですか。はい、せーの、じゃーん、じゃーん。ロッキンは10人十色に楽しめたということで、はい、私は初めてロッキンに出演させてもらったんですけど、こう初めてのメンバーカラーの衣装でみんな10人違う色の衣装が着れたので、そういう意味を込めて10人十色で楽しめたということでロッキンのことを語らせていただきました。素敵。はい、じゃあ次は私いきますね。はい、21瀬取りに思い詰め込んで、これは私この夏、7月17日で21歳になったんですけれども、はい、そのバースデーイベントってやっぱり自分でセットリストを組めたりとか衣装もこういうのがいいですみたいなの言えるんですけど、もうここでしか歌えないだろうなっていう曲をもう詰めに詰め込んで、すごい思いが詰まったセットリストができたなということで、こちらを読ませていただきました。やっぱね、夏ってすごく思い出がいっぱい作りやすいですし、はい、夏休みもありますし、うん、まあなんかね、楽しい思い出が来年もできればいいなと思います、うん、はい。さて、続いてご覧いただく映像はハロープロジェクト2022スプリングシティサーキットから雨の中の口笛をご覧いただきます。こちらの楽曲はですね、ジュースジュースの中でも年上チームと年下チームに分かれた楽曲があるんですけど、その年下チームの歌になっております、うん、すごくなんか口笛っていうだけあって、すごい口笛がたくさん入ってるんですけど、振り付けもすごく可愛いので、歌、曲、振り付け全部に注目して見てみてください。それではご覧ください。どうぞ。ダーリン、この先ってはぐれたりしたくないの、そのままでしとしと雨の中をトゥトゥトゥルトゥ、いつか狙って歩く、ほら音の呼ぶ方へ。
葉を選んでいるの。気づかないほどあなたのそばにいると、この雨さえ愛しく思えたの。何この先ってはぐれたりしないように、しとしと雨の中で私はここにいるよ。トゥトゥトゥルトゥ、いつか習って歩く、ほら音の呼ぶ方へ。トゥルルトゥトゥトゥルトゥ、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 トゥルルトゥ。見てくれていたら私も嬉しいな。ジュースジュースの井上レイとアンジュルムの平山由紀がお送りしているハロステ、そろそろお別れの時間となりました。お知らせです。ハロープロジェクト2022オータムシティサーキットが9月末からスタートします。アンジュルムは9月24日、ジュースジュースさんは9月25日が初日です。お楽しみに。このハロステが配信されているのが8月31日ということなんですけれども、はい、夏休みってどうやって過ごしてましたか？はい、まあ、この夏じゃなくても、ね、はい、まあ、過去とかでもいいんですけど、うんうん、どうでしたか？はい、私は家族全員でおじいちゃんおばあちゃん家に帰ってましたね。あ、いいね。はい、いいね。はい、やっぱり夏休みといえば帰省みたいなところもありますし、そうですね、私は結構ちっちゃい頃とかはすっごい家族旅行に行ってて、はい、うん、いいですね。それこそ愛犬とかも連れて行ってたんですよ。川でスイカを冷やして、いや、いいですね、スイカ割りをするみたいなのもやってましたね。はい、もうめっちゃ夏って感じで、いいですね。夏ならではの楽しみがたくさんありますね。はい、ということで、今年の夏はもう終わるのかな。そうですね、終わりますけれども、はい、来年も再来年も楽しめたらいいなと思います。はい、ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まだまだ気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。はい、今回のお相手はジュースジュースの井上レイとアンジュルムの平山由紀でした。さようなら。